ます。で、キーボードの部分は、印刷ではありますけれども、この、フィードバック、バイブレーションもついていますので、打感というものが、まあ、指先で分かるようになっています。で、これ、ここの部分はですね、次のスライドで、お話しいたしますが、大和研究所の方で、このソフトウェアキーボードのデザインとレイアウトと、ソフトウェアの部分を全て開発しています。ソフトウェアキーボードというのは、皆さんはおそらくスマートフォンで今一番お使いだと思いますけれども、私もこれ説明を受けて初めて、あ、なるほどねと思ったんですけども、ソフトウェアキーボードの入力というのは、押した時ではなくて離した時に入力になるんですね。まあ、フリック判定を待っているので、押しただけでは入力になっていなくて、指を離して初めて入力になるので、そのことによって、人差し指でフリックしている分にはですね、速度的にはそれほど変わらないかもしれませんが、フルサイズのキーボードを普通にフィジカルのキーボードと同じように押している場合は離した時にしか入力がならないとですね、どうしても速度が遅くなってしまいます。ヨガブックに関してはそのフリック判定の基準をやめているので押した時点で入力になっていますので普通のキーボードと同じように押せると、かつ押しっぱなしにすると連打にするといったところも入っていますので、ほぼフィジカルのキーボードと同じような設計になっているといったところが大きなポイントです。でここはちょっとぼかしてありますけれども、ソフトウェアのキーボードなので、かつ印刷ですから、入力したときにですね、上のキーと下のキーでどっちを押したかといったところが、分かりづらいときがあります。そういったところを AI で学習してですね、この人は上のキーを押したのか、下のキーを押したのかといったところを判定してですね、その辺を学習するようになっています。で、ここにちょっと見ていただくと、丸く見える。あると思いますけども、これが指先をどこが触れたかっていう記録ですね。実際の製品では表示はできないので、あくまでも、テスト機でそういった表示をしているだけなんですが、要は、センターポジションに置いた時ですね、こう置きますよね。その時でもまっすぐにはここなってないと思うんですね。必ずカーブしているんですけども、なので初期設定はここでカーブ置いた時には、この辺りがセンターですよといったポジショニングにしています。で、人の癖によってこの人の、人差し指は上の方、下の方といったところをちょっとずつずらしていって、その人のキーのポジションでどこがセンターとして押しているかといったところを認識するようになっているので、まあ、それが大体1時間ぐらいで学習してですね、その人に合った形に調整していくと。で、人が変わるとですね、また変わったなっていうのを理解して、またちょっとずつこのセンターをですね、ずらしていって、その人がどこでセンターとして認識しているかといったところを調整しますので、まあ、そのあたりが学習しているので、少し使っていただくと、最初慣れは必要ですけれども、慣れていただくとかなり快適に使えるのかなと思います。